今日はコンビニシリーズですねこれですいやこのサンドイッチとおにぎりのこのパターンっていうのは実は僕は結構多用している種類なんですがその中で何を隠そう僕がこれが一番好きというふうに聞かれればこの鳥五目なんですこの鳥五目は僕が小学校の時に 僕のおばあちゃんが、えー、よく作ってくれた五目ご飯でこう冷えたやつをねこう握ってくれたやつあれがもう大好きだったのによくちょっと似てるからみたいな感じの、えー、過去を再現する味なんで大好きです。ということで鶏五目を食べてみましょう。 の味です。